にたくさんご用意しました。でせっかく博物館に来てこの葉っぱのしおり作りをやってもらうわけですので、ちょっとですね葉っぱのお勉強してから始めたいと思います。イロハモミジっていうモミジの仲間があります。これいろんなお庭にも植えられることがありますが、このイロハモミジもですね春になるとあら見てください、これね1週間ぐらい前に取ったイロハモミジの葉っぱなんです。こういう風にちょっとねあの赤く色づくことがあります。これ綺麗なモミジがいいんじゃないですか。これ半個、うん、いいよ。だけどもう4個でいい。2枚ぐらいだったら大丈夫なんですか。はいどうぞ。できた。はい完成。できたよ。意外と夢中になっちゃいました。大人の方も夢中になっちゃう。うん楽しかったですよ。こんなの初めてですから。楽しかった。今日も早速帰って。あのちょっと今勉強しているものがあるんでその教科書に使います。身近な自然に気づいてほしいというのはすごく強くいつも思ってこういった体験活動をしています。であの今日観察した葉っぱをですねまた身近にもたくさん生えている葉っぱあのたくさんありますので、またあの家の近くとか博物館の中でもう一回あの生きている実際の木を見てもらったりですとか、そういったあの体験につながっていけば一番いいなと思っています。なんかすごい暴れてる感じです。おすごい、ね、やったやったね。あんなつるんってしたなかなか、ね、触る機会もないので、うん、来てよかったです。ありがとうございます。昔はいっぱいいたんだけどね。いい企画ですよね。大人でも知らない世界だから、うん、身近にいながら、まあ、全然知らなかったというような生き物もいますので、そういったものが、まあ、自分たちの身近にいて、まあ、あのいろんな生活をしているんだということが分かっていただければいいかなというふうに思っております。自然の、不思議な現象とか、それからあの茨城県の自然の、豊かさとか、そういうものに直接触れていただこうというようなことで、まあ、あの今後とも博物館で、ぜひあの自然体験科学体験をしていただければと思っています。卵を自分で持って植えるんですけど、あの環境が悪化すると巣が出てくる。